2022年7月24日から7月30日。今週発売予定の気になる PC ゲーム。最初は、ヒゲクモノエル。プラットフォーム、マイクロソフトストア、発売日、2022年7月26日、定価、2480円、ジャンル、アドベンチャー、日本語対応。悪魔に手足を奪われた少女の復讐ターンを描く、電気アドベンチャー。式典奏者を決めるピアノコンクールで、不正に見舞われた少女が、代償を払って、悪魔と契約を結び、市長への復讐を誓う。2016年よりゲームマガジンにて連載が開始され、2018年に Steam でも発売したシーズン1から7のリメイク版、完全新規の追加ストーリー、シーズン 3.5 を新たに収録。2作品目、ファイアーコマンダー。プラットフォーム、Steam、発売日、2022年7月27日、定価、未定、ジャンル、リアルタイムストラテジー、日本語に対応。消防署の管理と、消防隊の指揮を行い、様々な火災現場で、火災に立ち向かう、RTS。消防署のアップグレードや、消防士の育成を行い、あらゆる火災に対応できる、最強の消防隊を作れ。コミック調のディストピアアクションリベレイゼッドの開発スタジオとピクセルアートの80年代ポリスドラマ風アドベンチャービートコップの開発スタジオが共同で開発した新作。3作品目、サピエンス。プラットフォーム、Steam、発売日、2022年7月27日、早期アクセス、定価、未定、ジャンル、コロニーシミュレーション、日本語に対応。戦士時代から数千年にわたる文明を創造していくコロニーシム。自動生成の世界で何もない状態から開始し、いろいろなものを見て、覚え、研究し、技術の進化を遂げていこう。最初は何もない、何も知らないキャラたちが木の実を見て食材と判断したり、雑草を見て簡易的な寝床を覚えたり、徐々にいろいろなことを覚え進化していくのが面白いですね。4作品目、ザ・ターニシング・オブ・ジャプシア。プラットフォーム、Steam、発売日、2022年7月27日、定価、未定、ジャンル、アクション RPG、日本語対応。ダークファンタジーな世界を舞台とする、ソウルライクな、2D アクション RPG。女神の創造物である主人公が、ターニシングと呼ばれる、疫病が蔓延する、2つの神の王国を探索する。2022年4月発売の高評価 2D プラットフォーマーシステムパージの開発元の新作。高精細なドット絵のグラフィックと革新的でやりごたえのある戦闘システムがいいですね。5作品目、ベア&ブレクファスト。プラットフォーム、Steam、発売日、2022年7月28日、定価、未定、ジャンル、経営シミュレーション、日本語に対応。森のくまさんが、
朝食付きの宿泊施設を運営する、見下ろし支店の、経営シム。森で見つけた廃屋を改装して、仲間と B&B を経営しつつ、森を探索し、隠された秘密を、解き明かしていく。動物たちなど、手書きのビジュアルが、可愛いですね。ほのぼのとした雰囲気ですが、説明に、森の奥深くに潜む、巨大な陰謀をあらわにしていく、とあり、若干不穏な感じも、漂います。6作品目。コーマ・ジョーレ・メリア、スカーレット・シンフォニー。プラットフォーム、スチーム、発売日、2022年7月28日、定価、2980円、ジャンル、アクション、日本語対応。東方二次創作の、弾幕シューティング要素のある、2D 横スクロールアクション。白霊神社の巫女、白霊霊夢となり、幻想郷を包む、コーマの原因を突き止めるため、コーマ館を目指す。2009年に PC 向けに発売した同人ゲーム、コーマ城伝説、スカーレットシンフォニーの HD リマスター版。おなじみの東方キャラたちが、ゴシック調に大胆にアレンジされたビジュアルも、いいですね。7作品目。ゴーストソルジャーズ。プラットフォーム、スチーム、発売日、2022年7月29日、早期アクセス、定価、未定、ジャンル、協力型ホラー、日本語対応。廃墟舞台に、そこに潜む幽霊を調査し捕まえる、一人称視点の、オンライン協力型ホラー。様々な道具を駆使して、幽霊の種類や、年齢、気分などを特定し、最適な方法で、捕まえろ。2022年5月に正式リリースした脱出ホラー、オカルトの開発元の新作。システムはファズモフォビアに近い感じと思われます。早期アクセス中に幽霊やロケーションを追加予定。最後は、スイートトランジリト。プラットフォーム、スチーム、発売日、2022年7月29日、早期アクセス、定価、未定、ジャンル、街づくりシミュレーション、日本語対応。輸送や都市拡張の手段が、列車のみであることが特徴の、鉄道を軸にした、街づくりシム。効率的な鉄道網を既設して、街を連結し、市民のニーズを満たして、大都市へと、発展させていく。鉄道を軸とした街づくりシムというのは珍しいですね。建物や人は鉄道の構築の仕方で自然と拡大していくのでしょうか？もっと多様なので盛り上がれば無限に楽しめると思います。今回紹介したゲームはいかがだったでしょうか？ご意見、ご感想をいただけると励みになります。また、気に入っていただけましたら、登録をお願いします。それでは。